皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、そのうちを言っているうちは、そのうちは永遠に来ないというお話をしてみたいと思います。今日のキーワードは、そのうちというこの4文字ですね。はい、これお話をしていきたいと思います、えっと。このお話をしようと思ったきっかけがですね、あのまあ、私、えっと い,いつも撮ってるメルマガでですね「えっと、人の心に灯し火を灯す」というあのメルマガこれ朝届くんですけれどもそれを見てあそうだなっていうふうにあの感じる時とかに現状自分の現状に照らし合わせたりとかあとクライアントさんのよく言う口癖に照らし合わせたりとかしながらですね まあそれをあのよく読むことがあるんですねなのであのこの、えー「そのうち」っていう言葉が、えー、どういう現実を引き起こしているかとか <laughs> それによって未来がど,うどうのように閉ざされていってるのかっていうことを分かっていただいた上で「そのうち」っていう言葉を使わない人になっていただきたいな というふうに思ってこちらの動画を撮っています。もちろんこれは私自身も普段から <laughs> 心がけている部分ではあります。もちろん100%できてるわけじゃないですよ。私もね。はい。なので、あの、まあ、いいお話っていうか、そうだよねって思うことがあったので、それを今日はお伝えしてみたいと思います。はい。では、あの本題に入りたいんですけれども、まずですね、この えと「人の心にともし火をともす」っていうところの記事とあともう一つですね相田光夫さんが、えー、と作った詩ですねこちらのお話両方ともお伝えしていきたいと思うんですけれどもまず、えーと「人の心にともし火をとす」っていうメルマガはですね一冊の本の中からまあその書いているね方がですね ここをいいと思ったっていうことを取り出して、まあ、その解説を書くっていう、まあ、そういったメルマガになってるんですねで、えー、っとこの時に取り上げられていた本が「一、えー、日30分を続けなさい」という本だったんですこの日取り上げられていた本は「まあ、人生勝利の勉強法」っていうふうにねあのサブタイトルがあの書かれていて。 えっとふ、ふる、古市幸男さんですかね。はい、あのー、こちらの著者さんの本ということで。はい、ご紹介されているんですけれども。ここの中でですね、えっ、ー、と、一部が抜粋されています。これを、まあ、これからちょっと引用で。お話をします。それともう一つ、相田みつをさんの。 詩を読みますそして私がどうそれを聞いて考えたか伝えたいと思ったことがあるかということをお話をしていきたいと思いますじゃあまずね、えー、とこの古市さんの、えー、お話をちょっと読ませていただきますね、えー、通常は大学に入学するまであるいは在学中にある程度の勉強をしますしかし 他の人と差がつくのは卒業後にどれだけ勉強を続けたかです A さんは一流大学を卒業後ほとんど自己投資のための勉強投資をしてこなかった B さんは三流大学を卒業後ほぼ毎日30分必要と思われるスキルの勉強をコツコツと続けた大学卒業から10年後 A さんと B さんでは どちらが時代に合ったスキルを習得できるでしょうか解説は不要でしょう。あなたは大学や高校卒業後毎日どれぐらい勉強してきましたか勉強という言葉に抵抗があれば毎日どのくらいご自身に磨きをかけるために時間、お金、労力を投資してきましたか,、まさか 進学しししなななかかかっっっったたら勉強んんておっしゃっておゃませんよね仕事で忙しすぎたから勉強ができなかったなんて思ってませんよね私は使えないビジネスパーソンを見るたびに彼らのことを非常に哀れに思いますどうしてだか分かりますか理由は彼らが 自分の能力のなさを認識しており自分自身にプライドを持てないからですそれが私には分かります上司からは怒鳴られ部下からはバカにされ当然自分の家族からも尊敬されません中には会社では有能ではないが家庭では良い親だとおっ,しゃりおっしゃりたい方もいらっしゃるでしょうしかし 今や一般企業では能力の低い社員は左遷やリストラの対象になりますもしリストラされた後にある程度の収入を確保でき,ればできなければ親としての大きな役割の一つを果たしていないことになりませんかリストラした会社が悪いとおっしゃる方もいるでしょうしかし逆の立場になってあなたが社長なら 能力の低い社員に喜んでお給料を払い続けますか1日30分を続けなさいというまあ一部抜粋なんですけどねはいこちらがあのまずその社会に出たとしても仕事をしたとしても勉強とか研鑽を続けることの大切さを、まあ、書いてある一部抜粋です。でそれとと共通することを書いて 書いた詩が相田光雄さん皆さんもねご存知の方いらっしゃると思いますけれども相田光雄さんのまあ、こちらの方が一般的には分かりやすい内容かなと思いますけどこちらもじゃあちょっと読ませていただきますねそのうちというタイトルの詩ですそのうちお金が貯まったらそのうち家でも建てたらそのうち子供が手を離れたら そのうち仕事が落ち着いたらそのうち時間のよとりができたできたらそのうちそのうちそのうちとできない理由を繰り返しているうちに結局は何もやらなかった虚しい人生の幕が下りて顔の上に寂しい墓標が立つそのうちそのうち 日が暮れる。今来たこの道帰れないというねなかなかまあ,あのそ,うそうなんですけどね墓標が立つって顔の上に墓標ですよあの墓墓墓印が立つわけですよ。なかなかにあのシ,ュシュールな内容だと思うんですけれどもでもこれがあの事実で真実だと思います。 大抵ですねあの、皆さん一生懸命まあ生きてるじゃないですかで、えー、何か夢とかね目標があるとするじゃないですかで、で暇な人なな人んんてね、基本いないんですよ。だから「そのうち」っていう言葉を使うものに関してはまあそれを本気でどうにかしようって思わない限りはそのうちなんて日は来ないんですよ。 これはもう本当に私が夢を叶えてきているところでのうんその流れにね身を任せたその先になんていうほどその欲しいものとかやりたいことがあるのであれば今の現実の中に どう組み入れてそのうちという夢をどれだけ引き寄せて手繰り寄せるかの方が、まあ、現実に変えていく力によほど貢献できる内容だと思っているのでそのうちっていうことはまずそのうちが来ないということを理解した方がいいですだから逆に言うとそのうちって言ってるうちはですね。で そのうちなんて言わなくてもですねあのやりたいこととかいいチャンスとかが舞い込んじゃったりもちろん勉強のタイミングとかもあるんですけれども今これが必要だよねって思って例えば何かやってるとするじゃないですか私なんてしょっちゅうあるんですけれども例えば本を書くっていうのがね一つのこう1年間のルーティーンになってるからこういうふうにもちろん本は書くし えー、ビジネスも普通にやってますしあとは出版記念セミナーライブとかそういうのもやるっていうのがルーティンで決まってるんですよ1年間の大きな流れの中で当然計画も組みますそれでも何かいいお話とかがポンと横入りしてきてでそれが学びも必要ででもチャンスは今っていう時ここでどうするのか。人によってはああのまあ、ね 択になりますよね今じゃない先にするっていう先送りの選択と今だからやるべきだと感じるほど大事なことだったら今の予定の中にどう組み込んで頑張ってみるかっていう、まあ、この2択に大体なるはずなんですよ。先先送送りりしたものって先送りできるから まあもう一度ね、先送りした後にまた拾いに行ってもいいですよ、それを。だけど、通常は忘れますね。通常は忘れる。あとは、時期じゃない時期に、例えば学んだ学びって、自分がそれを何かに使おうとしていた時とタイミングがずれると、学んだ学びがあんまり学びにならないような状態になっちゃうケースもあるんですよね。まあ、単なる自己啓発とか、 単なる趣味領域だったら問題ないんですけど仕事に生かしたいっていう場合にはタイミングが結構大事だったりするのでそのタイミングをどうにか掴んでどうにかしようというふうにもしも思うのであればいつかはではなく今やるためにどういうふうに現状の手持ちの時間とかお金とかそういうのも全部ですね整理できてそれを掴みにいけるかを 考えてみるとかで考えて考えてやりくりしようとして無理だったはいいんですけれどもその選択肢をそのうちっていうふうに先送りしちゃうタイプの人って結構それがねもう癖になってるんですよね。あの結局癖になるっていうことはどんなシーンでもそのうちっていうキーワードにおいてやらないっていう選択肢を毎回選ぶことになります。ささっきのの相田光雄さんのね 知ってそうじゃないですかお金が貯まったらなんとかしますとかってお金貯まったらってじゃあどうやって貯めるつもりなのかでその貯めてる間にチャンスって逃げちゃうケースがほとんどなんですよ貯めた時にはそれが手につかめないとかねじゃあお金がない状態で借金はいいのか悪いのかっていうと浪費の借金はあまりよろしくないと思いますけど。 そそれこにになる投投資、資未来ののの自分に対しての投資の借金はありと思うんですよね。だから浪費なのか投資なのかこの辺りをやっぱ見極めるということも必要になると思うのでお金が貯まったらじゃなくてじゃあどうやって貯めるんですよその時のいいチャンス逃したとしてもですね。 だから全部何々たら何とかたらっていう人って本願なんですよ自分で自分の運命を買いに行くっていうことをする場合にはお金をいつまでにいくら貯めるって決めれば貯ままっったたらっていうぼんやりりした状態じゃなくなくすねそのうち家でも建てたら、まあ、何をねその先に未来を見てるのかわ分かりませんけれども建てたらじゃなくていつまでに家を建てたい。 だからじゃあ貯金これぐらいしなくっちゃとかっていう考え方になりますよね。子供から手が離れたらって、まあ、これもよく聞く話だし人によっては真実まあ事実なのかもしれないですけれどもこれもやっぱり既成概念が頭を、えー、支配しているケースがありますね。子供からら手が離れたら じゃあ子供から手を離すためにはどういうふうにすれば子供って手から離れてくれるのかなとかめちゃくちゃ小さい0歳児とか1歳児は無理ですよね何歳ならじゃあ離れるっていう言葉になるのかこれも人によって本当違うんですよ。高校生とかでもべったりっていうか成人してないからべったりみたいに言うあの価値観の方はもちろんそういう価値観だし私は。 鍵っ子だったし母が3つも仕事を持って私を育ててくれていたので、まあ、いないのが当たり前だったけど一応育ってます <laughs> うん。なのでその離れたらってい,いくつなのっていうところですよねこれ価値観の違いで OK なんですけどで仕事が落ち着いたらではなく落ち着かせるっていうことですよね。時間のゆとりができたらじゃなくて ゆとりを作るんですよ。だから全部そのふわっとした他人事に任せてるような言葉を使う方って自分でそれを改革しようとか自分の方に未来を手繰り寄せるとか夢を引き寄せるっていうことをしないうちにまあ時間が経ったりとかですね。あ やりたいいこととができなななようう状態とかってなってちゃうそのうちはね来ないんですよそのうちを取りに行かないとだからあのまあ最,最初に言いましたけどそのうちって言ってられるうちはそんな大事なことじゃないです多分、うん、今今を生きなくちゃいけなくてね、うん、なぜならばひ人の 死はいいつ訪れるか分かんないからなですそのうちって言ってるうちにまあ道半ばにしてなんていう話だってよくあるわけじゃないですか。で年齢を重ねてあの時こうしてればっていう後悔って年齢を重ねれば重ねるほどダメージ大きいと思うんですよね。だからそのうちっていう言葉を封印して何々したらっていう条件を言う前に その条件を自分でどうやったら作りに行けるだろうかっていうことを考えるだけであだけでっていうかもちろん実行に移すんですけれどもそうすることによって夢が叶う速度って10倍100倍増しになるはずなんですよね増えるって方ですよ増しってはいだからあのできない理由をあげることは簡単なんですよだけれども 逆にそれをするためにはどうすればいいのかっていうのを考えることがむしろ価値があることなんじゃないかなと思うんですよね。相相談談いいろいろあの、OK、します相談ねでその時にやはりねこの何とかそのうち何とかしたらとかそのうちどうたらとかっていう言葉をよく使う。 方も多いしあと「何々たら」っていうこの前提条件ですね前提条件がないと自分の夢とかやりたいことが叶わないというこの図式を作ってる方がすごく多くてなので私よくねご質問するんですけれどもあのじゃあ例えばよくね言われるのが時間のゆとりができたらっていう 言葉を、ね、あよく聞くんですけど、えっとゆ「ゆとりってどういうことなんですか?」っていう話を聞きますゆとりってね。もうい忙しくって1分1秒も惜しんでカツカツに動いてますっていう人にはそんなにまあ厳しいことは言いませんけれどもゆとりができたらっていう人に限って時間を短縮しようとか。 節約して効率よく仕事とか家事とかをこなすように考えようとかっていう工夫をし,している人が少ないと思ってるんですよゆとりができたら作りに行こうとしないからゆとりそもそもそういう方に限ってだからあのうふわっと過ごすのが好きな方は全然それでいいんですけれどもそれでいて そのうちとか何とかができたらっていう人に限ってあれやりたいこれやりたいとかっていうやりたいことがいっぱいあってやらないタイプの人がそういうふうな話をする方が多いですね前提条件はね自分でで作るんですよだから私も「あのこれこれこれがこうなったら」っていう言葉は全く使いませんかって言ったらいや使います。 使う時ありますだけれどもそれは本当に優先順位低いんですよあこれ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 こういうふうに今詰まってる状態でまあこんなふうになったらやってもいいかなぐらいのノリですだからめちゃくちゃ最重要の項目にななってないんですよねこれね最重要の項目って私が定めたら「そのうち」とかいう言葉は使わないです。 であと「何々したら」とかっていう「たら」っていう前提条件も使わないです最重要事項に降りてきたらそれをするために何をしたらそれが叶うのかっていう現実感に向けての情報収集と行動をすぐに開始しますだからすべての人が私ともちろん同じような状況じゃないっていうこともよく分かってますはい なので自分のできる限りでやっていくっていうのは全然構わないんですけれどもであればその自分が本当に叶えたい夢がかなり先になっちゃってもう大丈夫かどうかっていうことにも多分責任を持った方が良くてですね。年齢重重ねねれば重ねるほど 動きが取りにくくなってしまうのでもう今が一番若い時っていう今最高っていう状態を常に作っていくことができると人生ももちろん仕事もプライベートも基本うまくいくはずなんですよねだからあの引き寄せるっていうことです欲しい未来を現実にそのために 今あつ,かんつかもうとしているものつかむもののためにリソース、えー、っと空き状況を作んなきゃいけなかったり時間のねお金も用意しなきゃいけなかったりっていうのをどうやったらできるかっていうのを必死に考えるっていうのが夢を叶えたい時とか特に必要だなというふうにあの感じたのでね今日お話をさせていただきました。 はい、なのであの「そのうち」っていう言葉は大事なことをやりたいとか先送りにしたくない夢がある場合には言葉として封印した方がいいんじゃないのかなというふうに思ったりしています。はい、ということで本日のまとめをいきたいと思います。そ、えー、そののうううちちちを言っているうちはそのうちは永遠に来ない えー、叶えたい望みとか願いがある場合には今どういう条件で工夫すればそれが叶うかということを考える方が多分楽しい人生生きられるんじゃないかなというふうに思ってます、はい、私も今までそういうふうにしてきているし これからも多分そういう選択肢を取っていくだろうというふうに思っているからです。ははいい以上ででございますそれでは